ご家族と一緒に行かれたんですよね。はい。ご家族にとってその上海での生活って、お子さんいらっしゃい。はい。あのそうでかいですけど。で、ご飯一緒に行かれたんですよね。はい、学校のこととか、その、まあ、ご本人はね、生活ビジネスで行ってるからけど、行ったご家族ってその海外の生活って。どう不評だったのか、それで楽しんでいったのか。ですね、実は妻が非常に市長に行きたくてっていうのがあったんですけど、よかったですね。子供たちは最初ブーイングの嵐で中国は行きたくないとお母さん行くぞって、まあ、でも親が、ね、一致してるのってよかったですねそこは良かったですけど、でそしたら行ったらですね、結構子供たちの方が生活がだいぶ、まあ、広いところに住めるっていうのがまず一つですし、うん、で日本人学校も割と近いところに行けたので、やっぱり子供たちの方がだいぶこのまま喜んでましたね。なるほど。上海に関しては日本人学校充実してますので、本茶王とあとドドンと2つありますし、それぞれ結構な人数が通ったので充実してますね。もう蘇州行かれるときはそれを買ってもらいましたし、私はこの前に、はい、進学があったんで、帯同を辞めて家族帰しちゃったんですね。なるほど、なるほど。はい、ただ蘇州に関して言うとやっぱり同じく日本人学校ありますので、そこの辺は多分問題ない。大学までは大丈夫なんで。じゃあご家族も、まあ、最初は反対だったお子様たちも楽しんで慣れたと。でも元々奥さんもポジティブでっていうことで生活の話だけど、ビジネスって、最近その、コロナが回復しつつある、しかも本当にそういう徹底的な封じ込めで数人とかになってる、中国ってニュースの報道なんかでもいち早く回復をして、で今って本当にまたそのビジネスが正常に戻りつつあるって話を聞くんですけど、それって今伊勢さん実感として本当そうだと思います。はい、そうですね、先ほどの2020年2月に戻った時は本当に死んだる状態ですね。街が死んでますので、活動もできませんという状態だったので、本当に大丈夫かなと思ったんですけど、4月過ぎたあたりからやっぱり会社にお客さんのところに行けるようになりましたし、6月過ぎた後なんですかね、もう全然普通ですね。マスクはした方がいいというか、しなきゃいけないっていう感じですけど、まあ、実際ショッピングモールもやってますし、してる人してない人いっぱいいるような感じです。そんな感じでもう経済的には問題なく復活してるんです。なるほど、そっか。やっぱりそのマスクは一応した方がいい程度か。そうです、6月ぐらいまでは多分しなきゃいけなかったと思うんですけど、その後だん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 緩んで、基本的にはショッピングモールとか人の集まるところからしなければいけないっていうところなんですけども、オープンエアですかね、外歩いてる人で、してない人も結構見られるような感じになりましたし、そうですね、実は絶対ゼロだったわけではなくて、やっぱりところどころで2、3人出ました。例えばですけど、去年の11月が生徒でやっぱり3人出ましたって言ったら、1万人とか10万人規模でみんな PCR 検査で、そこに出張するなだし出るなっていうのを完全にやる国なので、やっぱすごいですねそこまで徹底したら、だから1月ぐらいは多分生徒に出張できないとか、それ天津とか北京でもやっぱりそういうの起きてるんですね。すぐ出張できません。なんとかリモートでやってくださいね。なるほど。徹底の度合いがやっぱりその国の自治体とは違うのもあるけど。違いますね。徹底してますね。ですのでワクチン打たなくても大丈夫なんじゃないかなって思うんですけど、今でも中国製のシノバックスとか、そういうのでみんなワクチンを進んでるんで結構やられてますけど、中国だといらなそうな気がします。今じゃあ飲食とかは特に特に日本だと今東京なんかも青コンとしては8時までとかやってますけど、今そういう制限とか特に なくなってるんですか。そうですね、ただ夏休みですかね、ちょっと自分夏休みに旅行行こうと思ったんですけど、会社から自粛しろっていうのもありましたけど、やっぱり政府からちょっと不要不急のものはやめなさいっていうお達しだったので、結構、8月は人では少なかったですね。そうしてなくても観光ですごい賑わるんですけど、だいぶ楽に観光できたぐらいしてる。なるほど。少ない感じでした。でも、その規制って言っても、そういうなんかそういうことを
推奨される程度で、そうですね、自粛推奨みたいな、緩やかな感じで。ただそれも結構そういう意味では、守ってるっていうのはある意味すごいですね、うん、本当に来ないし、行けないし、行かないようにしてるんだなって思います。もともとやっぱりその社会的体裁というのを重視する、まあ、民族の国民性があったっていうのが、ね、あるでしょうけど、やっぱ特にそのこうネットで見えるようになると余計やっぱそれを意識して、ましてそれがあのクレジットスコアとかに反映されたりとか習慣化されてくると、うん、やっぱこう本当にびっくりするぐらい守るようになったっていう、やっぱそうなんですね。そうですね、うん、あの実際このこうやってまあその今これから今戻ってこられて、また戻ると、ちょっとまた来るのに行くんですか？実は本帰国しましたので、このまま日本でということになります。それ、良かった話ですか？ずっとまだ痛かったっていうのですか？それには実は話がありまして、うん、5月に実は一回一時帰国したんですね。家族に会いたいし、はいはい、帰るとこ行っていうので、うん。で、その後戻って、うん、この後どうするんだと会社から言われたんです。うん、実は上司がまあ優しい方なんで、おいいですね、戻りたいのか。うん、それとももう少し中国で頑張るのかってことで、うん、私はちょっとやっぱり仕事をもうちょっとやりたかったんで、うん、戻らないでちょっと中国で頑張りますと、うん、言った後に家族にその話をしたら、うん、妻がだいぶ落ち込みをしてなんで帰ってこないのかなっていうような感じの雰囲気だったので、やっぱりもうそしたら家族のために戻ろうかなっていうところと、あと仕事がちょうど8月で区切りがついたんで、うん、なるほど、じゃあ戻りますと一組いうこと、緊急で戻ってきて、じゃあ本当そういうタイミングがあって、磯野さんは本当はやりたかったんだけど戻るから戻るっていうそうですね、あの赴任期間が一応会社としては5年が標準なので、うん、あと1年半ぐらいは、まあうん、頑張れる土台はあったんですね、うん、この3年の経験すごい大きかったんですけど、実際にあのまあ、いろんなそういうその中国でね、まあ、その上海とか蘇州とかその場所を変えてもう実際やってみて、何が日本と違いました？いや、意識って本当に早いですね。早いし、うん、やっぱりそのあと物事を決めるっていう段階がやっぱり日本ってどちらかというと前もって前もってっていう割には、例えば仕様出しこういうことやってくださいっていうのが結構雑だったり、うん、それ以外のことはあるよねみたいなところの出し方しますけど、やっぱり中国ってやっぱり他の多分海外と一緒だと思うんですね。なるほど。きっちりこういうことをやってくださいねって言わないとやってくれない、うん、っていうのがあるんですよ。その代わり、うんうん、日本だと何かが起きたら、ああさあ問題だって言って、あれも心配これも心配あれも心配っていうのが増えてきてこうかさ増ししますけど、向こうは結構そういうあれもやんなきゃいけないこれもやんなきゃいけないっていうのはないんで、うん、まあ、これでやればいいでしょっていうのがあります。ただ本当に問題が起きたときにわさわさってやっぱりみんな来て一生懸命やるっていうのはすごいなと思いました、うん、なるほど。日本は多分そのわさわさっていうより、うん、前もって石橋を叩きすぎるぐらいっていうのがあると思うんですけど、この文化がなんかやっぱりだいぶ違うんだなと。これでシミュレーションしたりとかねまあやっぱり心配性になりだすと、うん、実際それ突っ込む人っていっぱいいますからね、うん、あれはどうなのこれはどうなのみたいなのずられるから泣くのは中国って、あの普通はなんか日本の根回しをしてね、まあ、いろいろとさっきの話だったりやっぱり あちこち調整しながら言うのが気に入るけど、そうじゃないと中国はあの合意取る前にもうやっちゃう合意取らないでやるとすっごいやるっていう、それはカルチャーなんですか？それカルチャーかもしれないですね。それ合ってます？合ってますね。合ってます。で、ちょっと工場で逆にちょっと、うん、もうそういうのがあると困るところがあって、うん、やっぱり、ね、あの日本人だとそのエビデンスを残して、うん、なんでこうなったかっていうのを、うん、そうね、検証するっていうね、ファイフォーとかやりますけど、うん、もうその場で直しちゃいましたっていうのはもう それどうやってどういうプロセスで誰が関与したのっていうのはなくて、うん、集まって、さっき言ったみんながわーっと集まって腰を足をはいっていう感じで終わっちゃうんで、うん、いや確かに、ね、検証を考えたらね、そのもちろんそんなのもあるけど、でもスピードと勝負だったらあっちの方が勝ちですね。ですよね。そこはやっぱり日本だとどうしてもそれ次に生かそう、
勉強しようっていうのがあるんですけど、はい、情報共有とか、はい、秘密の面があるんで、やっぱり使い、日本人だとちょっと推奨しませんけど、うん、SNS とか、そこで WeChat で物事を解決するとか、うん、物事を作りを作るっていうのがすごく非常に定着してるので、うん、日本だと、うちの会社はそうですけど、SNS 入れちゃいけないとか、会社のやつに入れちゃいけないとかありますけど、全然普通の人たちは WeChat で情報をバンバン発信してますんで、大丈夫かなっていうんで、やっぱりその辺のツールの使い方とかも、やっぱり何のあれもなくっていうのが、やっぱスピードに生きてるなっていうのがあります、ね。なんかあの、やっぱ情報の共有とか、例えば銀行さんとあれすると、例えば銀行さんの各担当の人は、携帯持ってない、そこにちょっと教えていけないっていうルールがあったりとかね、それはもう情報が。あのいろいろと拡散するっていうのは分かるんだけど、うーんみたいな、本当にこれでいけるのかなみたいなものがあって、そうですね、やっぱ動きのギャップですよね。そうですね。そういう中で、あのもしあったらいいんですけど、あの、まあ、伊勢野さんから見て、あのこうやったら本当に日本ってうまくいけるとか、あのなんか、こう、中国でうまくやっていくコツみたいなのもし、次の我々の方し簡単なかったらぜひそうですね。でもやっぱりどうやってうまくいくと思います。中国人とうまく長くやっていけるって言ってうまくいったら日本がもっとあの中国人を超えられるようなものができるとかっていうまた何かありますか。そうですね、日本人やっぱり心配性なところはあるので、心配性なんだけどちゃんと情報の出し方っていうのがあんまりこう、うん、うまくないところがあるので、うん、そこをちゃんと、うん、あの的確に、うん、ここはここをやればいいんだよってところをちゃんと厳選して伝えてあげると、うん、その辺お値段高くなったりとかしないようにっていう、うんうん、制御がうまくいくようになるのかなっていうのはなんとなく感じましたね。情報の出し方、はい、うん、あの 前もってあの転ばない先の杖をいっぱい出してこう100本ぐらい出しちゃったらあんまり意味ないんで、ね、そうじゃなくてここだよっていうポイントをちゃんと、さっきも言ったら皆さんがいろんなことが心配や心配が重なるので、うん、ちゃんと厳選して出してあげるっていうのがやっぱり値段を高くしない、やっぱり値段安くないと売れないっていうのが世界の常になってきてるわけだと思うので、うんうんうん、主張しないと、うん、戦いはないという話は、あの特に中国の方とか聞くんですけど、こうやってやっぱり感じますか。あ、そうですね、そうですね、先ほどの話、うん、ちょっと出たことでやっぱり自分のやりたいこと、うん、自分のやんなきゃいけないことっていうところはさまざま主張するっていうのがありますので、そこは絶対必要だと思いますね。私もそうなんですけど、どうしても黙ってしまいますよね、うん、あのそれあとでちょっと内輪で、うん、持って帰って話をしてる、ね、ですよね。それ日本人じゃないですか。持ち帰るっていうことは有名になっちゃうみたいなんですけど、うん、でもそれだとなかなかあのやっぱり主張し合うで、そこでね、あの話せば別にあのお互いに分かるっていう、日本ってまた話し合いがちゃんとできない、まあ言語とかなんか中途なおさらですけど、ね、うんうん、やっぱりそれは感じる。そうですね、やっぱりこう忖度って言葉が日本にありますけども、うん、どうしてもやっぱりみんな忖度っていうのは当たり前だと思って行動すると、うん、結局のところみんな、うん、本当に何がやりたかったんだっけっていう形にはなっちゃうなっていうのはありますね。向こうはやっぱりもうぶつかってもうちゃんとした芯が届くっていうような感じにはなるので、うん、そこはやっぱり大事だと思いますね。なるほど。じゃあそうそう、時間も来てるので、じゃあ、あの本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんか最後の一言、これから海外の若い人たちに向けて、一言あると嬉しいんですけど、まあ締めの、なんか、ここがイタリアで何も変わらないですけど、ね、はい、まあでも、そうだね、自分自身があんまり同じことだと思うんですけど、先ほど言った通り、皆さんがやっぱりやりたいこととかっていうのは、うん、あのね、年寄りとかに潰されないようにですね、自分が言いたいことを言ったり、アイデア、多分若い人のアイデアいっぱい持ってると思いますので、はい、失敗を恐れずに、やっていただきたいなというのが本当だと思いますね。はい、ありがとうございます。あの今日はあの中国から帰ってきたほやほやの伊勢野さんから、あの中国の生きた情報をお聞きしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。